はい、ジゴンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、誰にでも助けてもらえるような人になるにはどうしたらいいかというようなことを話していきたいなと思います。こう思ってる方いらっしゃらないですか？僕、私こんなに頑張ってるのに誰も助けてくれない、なんて誰も助けてくれないんだ。あなたに聞きます。あなたは誰かを助けていますか？どうですかね。これすごく、今から話すのってすごく短い動画になると思うんですけど、めちゃめちゃ当たり前のことしか言わないです。当たり前のことしか言わないです。助けてもらいたかったら助けましょう。これね、なんでこんなに頑張ってるのに助けてくれないんだと思ってる方、僕が今までの経験でそういった方に出会ってきた限りに言うとですね、基本的に誰も助けていないですね。助けてると思い込んでるって言った方が正しいですかね。誰かを助けたり優しくするっていうのは押し売りではないんですよね。だから本当に困ってる方にそっと手を差し伸べる、それが優しさであり助けるということなんですね。でそういうことをされた方っていうのは、その人が困ってる時に必ず手を差し伸べてくれます。人間っていうのはそういうもんです。偏方性の原理と言いましてですね、そういうふうにできているんですね。だから必ずですね、困った時に助けてくれるようになります。で助けてくれないということは、逆に言うと自分はその人たちに何もしていないということなんですね。これはすごく分かりやすい指標になります。自分が会社でどういう仕事をしているのかっていうのを測る物差しにもなります。自分が本当に困って辛い時に誰も手を差し伸べてくれない、助けてくれないという状況にあるならば、普段自分の働き方に関して、考え直す時期に来てるんじゃないかなというふうに思いますね。必ずですね、優しさというのは返ってきますし、あと敵意というのも必ず自分に返ってきます。なので優しくしてほしいのであれば優しくしましょう、助けてほしいのであれば助けましょう。でそれも助けるというのは押し売りではないんですね。こんなに助けたのに、こんなに優しくしたのに、なんで助けてくれないんだ、優しくしてくれないんだと思ってる方もしかするといるかもしれないです。それはその人にとって優しさじゃなかったということですね。もう一度考え直していただきたいなと思います。で具体的にはですね、僕自分のブログでそういったことも話してたりもするので、ブログの方も見ていただけたら非常にありがたいなというふうに思います。だらだら長くね語るのもどうかなと思うので、これちょっと優しさとは何ぞやという話を話し始めるとですね、これだけでですね10分15分の動画になってしまうんじゃないかなと思うので、今回のちょっと趣旨とずれてしまうなというふうに思うので、それについては話さないです。でただ、助けてもらうためには助けなきゃいけないわけですね。例えば仕事のことでもそうでしょう。例えばその方が仕事で困ってる時に、助けてあげる。でこれは何て言うのかな、その方を毎日ちゃんと見ていないと本当に助けることはできません。その方が本当に求めていることは何なのかというのは、毎日仕事をしている人ならわかるはずなんですけど、ちゃんとその方を見ていないとわかんないんですね。例えばここで陥りがちなのは、その方が仕事で困っている時に何かアドバイスをしてですね、例えばその方が求めていないのにアドバイスを偉そうにしてですね、こうした方がいいよ、こうしなきゃダメだよって言ったりとか、それは実は本人は助けてると思ってるんですけど、言われた側は実は助けてもらってると思ってない場合があります。それはその人を毎日見てればわかるはず。その方が今求めているのは何なのか、例えばもしかしたらですよ、いやーって煮詰まってるんですけど、なんとか自分で解決したいと思ってるかもしれません。その時はそっと飲み物をでもあげて頑張れよって一言声かけてあげるだけでいいと思うんですね。でも本当に煮詰まっててアドバイスが欲しいと思ってるかもしれません。その時はアドバイスしてあげなきゃいけないですよね。それはいつも一緒に仕事してるあなたがその人をちゃんと見てるかどうか、それです。それだけです。それが上司になる資質でもありますし、出世していく、コツでもあります。なのでね、部下じゃなくてもいいんですよ。同僚でもいいから、毎日ちゃんと観察してその人はどういう仕事をしているのか、どう頑張っているのか、どういう性格なのか、何を考えているのか、どうしてほしいのか、それをしっかりと見てあげてください。そうすればおのずと答えは出てくるはずです。
その人に対してどういう言葉をかけるのが正解か、どういう行動を取るのが正解か、これはあなたにしかわからないことです。ここで僕が動画でこうした方がいいって言っても、状況はその会社、その職場ごとで全く変わりますから、全く意味のないアドバイスになってしまいますので、なのでそこの職場にいるあなたにしかわからない、それが答えです。今回短い動画になりますけど、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。